皆様こんにちは。今回は Android で写真やウェブページを PDF 形式で保存する方法をご紹介させていただきます。 Android では写真やウェブページを Google クラウドプリントを利用して印刷することができるのですが、同じ要領で PDF 形式のファイルとして保存することができます。一時的に保存するのであればスクリーンショットでも構いませんが、用途に応じて使い分けができるようにしておくと、いざという時に役に立つかと思います。 Android で写真やウェブページを PDF 形式で保存する方法は、保存する写真やウェブページをまず表示します。写真の場合は写真を表示するアルバムアプリにもよりますが、メニューなどで表示される印刷をタッチします。ウェブページの場合は共有メニューから印刷を探してタッチします。表示された印刷メニューの中から PDF 形式で保存を選択して PDF アイコンをタッチし、保存先を選択したら最後に保存をタッチします。これで完了です。 PDF 形式での保存は Android の印刷メニューから行うので少し複雑です。ぜひ覚えておいてください。以上、Android で写真やウェブページを PDF 形式で保存する方法のご紹介でした。